より小さい DNA6、1広島、15日、横浜 DNA 巻き周五内野手、26、が異例のスピード記録をマークした。4点リードの4回西一塁、広島アドゥアの初級スライダーを左中間席へ運ぶ13号ツーラン。2000連続アーチで、通算300打点を達成した。 プロ4年目での到達は、球団史上最速。球界でも1年高橋義信、巨人、以来23年ぶり10人目で、少年時代に憧れた清原和弘らに並んだ。野球少年が集まる、キッズスターナイト、でスターぶりを発揮し、首位巨人とレーゲーム差に最接近。大根瀬を盛り立てていく、子供たちのサポートに、薪が燃えた。 キッズスターナイト、と名打たれた一戦。試合前にはグラウンド上で交流し、試合中は子供たちがバッドボーイや場内アナウンスを務めた。4番で首相が、打たないわけにはいかなかった。やっぱり一番わかりやすくて、喜びやすいと思う。ああいう形でホームランが出て、喜んでもらえてよかったです。と期待に応えた。 勝負強い、一発は4点リードの4回西一塁だった。広島アドゥアの初級スライダーを仕留めた。二千連発の13号ツーラン。残り1に迫っていた通算300打点を達成した。489試合での到達は球団史上最速。9回でも1年高橋吉信以来23年ぶり10人目で、 少年時代から憧れた清原和弘らに並んだ。昨季の打点王は、打点にはこだわりがありますし、最速という形になってすごく嬉しい。4番を打ってる以上、チームを勝たせるために必要なものだと思います。と誇った。キッズスターナイト、では昨年に続いて2年連続アーチ。子供の日は3年連続アーチと、 キッズのヒーローであり続ける。試合前練習でナイン全員が着用したのは、小学3年生が考案した特別なデザインの T シャツ。背中には、僕の夢は横浜 DNA ベイスターズが優勝してみんなで喜ぶことです。とある。考案した小学生とも直接交流し、子供が思う率直な意見を背中に書いてくれて、 その思いを練習中に見られる。自然と目に届くので、良い習慣だと思います。と、無意識に歓喜の瞬間を意識した。長野、中野市で生まれ、プロ野球選手はテレビの中の存在だった。一度だけ、長野オリンピックスタジアムで観戦した西武戦で松坂大輔としたハイタッチの手の感触は忘れない。 今や自分が子供たちに憧れられる存在になった。こういう人たちのようになりたいと思ってもらえたら、かっこいいヒーローであり続ける、小早川総一郎、DNA 三浦監督、牧野通算300打点達成に、打球が上がった中でも押し込んでるからこそ、あそこまで飛ぶと思います。明日またキッズスターナイトが続きますから、 子供たちからパワーをもらって戦っていきます。下向き黒三角巻が4回のツーランで通算300打点に到達。通算300打点は、外国人では3年カブレラ、セーブ、など6人が3年目で到達しているが、日本人選手で4年目に到達は1年高橋良し、巨人、以来10人目の最速タイで、球団では初めて、 また、牧の出場試合は通算489試合目。DNA、e、では88年ポンセが378試合目に到達しているが、日本人では16年筒がの506試合目を抜いて、試合数でも球団日本人最速となった。上位4チームが0、5差全球団が80試合以上消化したセリーグでは15年7月21日以来2度目。 15年は交流戦の関係で背の6球団が全て借金で、1、巨人、借金1、2、阪神、ヤクルト、借金1、4、DNA、借金2、上位3球団が0差、4位 DNA が0、5差だった。